あらー、イエーイ、おめでとう、おめでとう。はい、なんていうの、なんていうの。ありがとう。はい。生まれつき聴覚に障害があった井出あゆかさん。4年前の今日、わずか11歳で命を奪われました。あれからその4年が経ったっていう、ちょうど生きてたら、あ、中学卒業なんだなっていうふうに思いますね。事故は聴覚支援学校から帰る時に起きました。歩道を歩いていた鮎香さんは突然突っ込んできた重機にはねられました。重機の暴走の原因は運転手の男が転換の発作を起こしたこと。病気を隠して運転免許を更新していたことが分かり、刑事裁判で懲役7年の判決が確定しています。生まれてすぐ医師に言葉を話すことは難しいと言われていました。でも努力を重ね、人前で堂々と話せるようになっていました。うん、私これだけなんか見つけたんやん、亡くなってから。こんなことして井出さんの携帯で勝手に言ってたりしてた。そうそうそう、声も残ってるんですよ。楽しみにしてるからねかなんかでな言うだよな。今度は楽しみに来ているからね。あ、これ。そう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 。こ、うん、これ、うん。今度は楽しみに来ているからね。両親は娘を成長の最中に奪われた上に、過酷な現実に直面しています。娘の11年間の努力、家族一緒になって努力してきた、今度は民事裁判でこんだけ頑張ってきた娘をこう侮辱する、娘を二度殺されたという気持ちと、井出さんが損害賠償を求めて起こした民事裁判で、被告の運転手などが出してきた主張は思いもよらないものだったのです。賠償額を決める根拠となるのは逸失利益、事故に遭わなければ将来得ていたはずの収入です。井出さんは鮎香さんの逸失利益について、すべての労働者の平均賃金をもとに計算するべきだと主張しています。しかし被告側は鮎香さんの聴覚障害を理由に、逸失利益は全労働者の平均賃金のおよそ6割の聴覚障害者の平均賃金で計算するべきだと主張。司法の世界ではほとんどの障害者の逸失利益はすべての労働者の平均よりも低く認定されているのです。今も4年前と変わらない部屋。鮎香さんは障害がない子供と同じように一生懸命勉強してきました。なんか鮎香らしい文章やなと思って、なんかほっこりする文章書いてるなと思って、かき氷か。うん、冷たいサラなり食べたら頭が痛くてわろしとか言って、なんかそうキーンってするからね、かき氷がいや、なんかあれからしい発想やなと思って、 なんかちょっとほっこりするでしょ、なんか文章が。両親は裁判で鮎香さんに健常者と同等の学力があったことなどを証明するために、勉強に使っていたノートなどを証拠として提出していますが、もどかしい気持ちを抱えています。娘を奪われたすごい精神的な苦痛はもうほんまにもう
遺族の方にしかわからない気持ちだと思うんです。そこを輪かけて自分の娘を、まあ、どういう子だったのか、どういう聞こえだったのかって証明しろって言われても、もうほんまどん底ですよね。本当そういう一水液っていうもの言葉自体がなければ、そんなややこしい民事裁判なんてないのかなと思ったり。傷ついた遺族をさらに苦しめている逸失利益、司法の専門家もこの考え方には限界があると指摘します。やっぱりね、人の価値の平等という点から見るとね、違和感があるんですね。いやそんなのおかしいよと、根本から変えなさいということを論文では書くんですけども、まあ、残念ながらというかな、裁判官はなかなかそれを受け入れないですね。よりどころになるのはもちろん憲法だし法律なんだけども、もっと広くして言えば社会の人々の持ってる法意識ですね。そんなのおかしいねというふうに思うかどうか。もしこのケースで、まあ、平均賃金を使った考え方を少しこう減らすという判断をするとね、これはね、僕裁判官としての裁判所の良識が問われると思いますね。4年が経っても鮎香さんを思う人がたくさんいます。この人が送ってくれた鮎香のイメージ綺麗ね。鮎香のイメージカラーまたな、また同じ色送ってくれてるわ。鮎香いくよ、お誕生日、うん、おめでとう、うん。どうして障害があることで将来を否定されてしまうのか。どうして残された家族が苦しまなければならないのか。鮎香さんの努力を認めてもらう、それが両親が裁判を戦う理由です。どうして鮎香が悪いのと、どうしてと、幻聴ともいえる娘の声が耳から離れません。娘の11年間の努力と将来を否定され、私たち家族の精神的苦痛は増すばかりでした。あゆか、もう少しの間、パパに力を貸してください。